みなさんこんにちは。レック専任講師の横溝と言います。え今回は二千二十二年合格のための三つの戦略そのようなテーマでですね約三十分ほどお話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて今回ですねこの動画なんですけれども。 まあ行政書士試験うん初めて受けてみようかなと思っている方向けに、まあ、お話はするんですが、まあ、すでに、ねえー、受験を決意している方もいらっしゃればどうだろうまだどうしようかなって思っているような方もいらっしゃると思うのね。い、まあ、いろんなな方がいらっっしゃって当然なので まああの少しでもただ行政書士というものもしくは行政書士試験に興味を持っていただいていることは確かだと思うからまあ今回はそのですね行政書士試験の方に話を完全に振ってですねえこの試験合格するためには一体どういうような戦略を持って勉強していけばよいのだろうか。あそして そのためにレックの講座がですねどういうものが用意されているんだろうかということを,これをお話ししていくというねそんな30分間にしたいと思います。まあ、あの冒頭でも言いましたが私ですねレック専任講師の横溝というふうに言います。 レックで行政書士試験講座を担当して皆さんにいろいろお話しするようになったのが2001年の7月ぐらいですですからそこからかれこれね22年ぐらいずっと行政書士試験講師としてやってきているということになっておりますもし今回2022年度の行政書士試験対策講座 あ申し込まれてです、ね、一緒に勉強していくということになったときにはうんといわゆる通信クラスと言われて全国どこでも、ね、ご自宅で受講できるようなクラスのところに講座を配信していきますけれどそれの合格講座の全科目の収録やそれからその合格講座が入ったさまざまなコースの中の全講座の収録を担当していますので。 えー、なんだかんだでお会いする機会が多いんじゃないかなと思っていますのでね、どっかあ、まあまあ、こんな人が喋っているんだなというイメージを今日のこの30分間で持っていただけたらなって、そんなこともね、1、えー、つ狙いとして持っていると思ってください。さて3つの戦略とということなんですが まあ、行政書士試験ですね大体どういうような流れで行われているのかということをこれまず知ってないといけません。ということでもしお手持ちでですねお手元にパンフレットがあればこのようなパンフレットです。 2022年合格目標、初学者向けというのでパーフェクトコースというものが指導と書いてある、まあ、56.1%なんて書かれているですねこのパンフレットをご用意いいただければとと思いますちょっと見ている時期によってページ数違うかもしれませんからごめんなさい、ページ数で指摘ができないんだけれども、まあ、あ最初の方に載っているとかそういう言い方になっちゃって申し訳ないですが、まあ、ページ真ん中辺りですかねそちらにこんな あの案内が載っているんですね行政書士試験案内と言われるものが載っておりますこちらがまず最初に見てほしいページということなんですねで、行政書士試験案内というのでまあ、出題形式や科目別配点はまあいいとしてですねこちら、はい、出願から最終合格までの流れというところなんですね 7月の下旬から8月の下旬にかけて2022年度の試験の出願が始まりますですから、2022年度がそうそうあの本試験が、まあ、こちらを見ると分かるように11月上旬です、基本第2日曜日ということになりますので2022年度の第2日曜日は11月の13日ですね。11月のの日ですこれの 13時から16時というのが実際の試験の時間ということなんですね。だからこの時間で試験が行われるということになるんだろうと思います。 第二日曜日なのでねこういうのはあの7月の上旬に正式な日程が発表されますので、えー、2022年の7月上旬に正式な日程が発表されたりしますからまあ,あその段階で明確になるものですけれども、まあ、第2日曜日で間違いはないだろうと思われます。 でその出願のスタートが7月の終わりぐらいから8月終わりぐらいまで今はもうインターネットなどでの出願が圧倒的に多いのかな、まあ、紙ベースで出願することももちろんできます、まあ、こちらに書いてありますように年齢、学歴、国籍と関係ありません誰でも出願はできます。 で例年第2日曜日11月のということですね、まあ、インターネット出願多いですよということ、まあ、受験手数料もまあ7000円です私が行政書士試験受けたのは2000年ですけどそこから変わってないと思います7000円でずっとということなんですね試験実施団体が行政書士試験研究センターというところが試験実施団体になっています。 で合格発表は年の1月の月下旬ですちょっとですね試験が終わってから発表まで3か月ぐらい間が空くってことになります。しかも年をまたぐのでなかなかね、えー、その受けた年の次の年2023年のお正月あたり年末からお正月にかけてはやや落ち着かないというそういうような。 時間を過ごすことになるのかなってそんなイメージではあります、ねまあ合格率などというものも一応そのページの右側の方にこんな感じで折れ線グラフで出ていたりはするんですが、まあ、ご覧のりだり大体10%ぐらいから上というようなイメージになりますかね。 あの高い年はちょっと高いんですけれど、まあ、この15.7はやや特殊だったかもしれませんが、まあ、例年だいたい10%よりプラス12%高いか10%ぐらいかというような、まあ、その辺をずっとうろうろしているというそんなイメージだと思ってくださいただ、この合格率そのものは行政書士試験の場合はあんまり意味はないんですね。なぜかとと言いますと こちら合格のための3つのポイントまさにこれが今日お話しする内容なんですけれどもあの合格基準という円グラフがあってです、ね、その要件丸3から見ていただきたいんですが、はいえー、要件丸3というので、えー、と試験全体の得点が満点の60%以上であるもの、えー、満点300点満点なんですねで60%以上180点以上取ってないと合格できません。そうです えっと年によって合格点が変わるという試験ではないんです。合格点は180点以上と決まってます。ですから先ほどの合格率っていうのはこの180点を超えた人の割合っていうそういうイメージです。2014年度だけ補正的措置で166点って小さな字で書いてありますけれど、これは極めて例外的な年であまりにも出来が悪かったもんだから合格点を下げたっていうそういう年もあるんですが。 まあこれは本当に例外的で、えー、まあもう二度とないだろうと思っておいていただいていいと思います180点以上っていうのがこれが合格ラインですそして180点以上を取るということになっているんですけれどもあの試験科目が大きく分けると2つあります1つがちょっとこれ上の ですね。この辺に載っている試験科目一覧というのを見ていただくといいですが、一つがですね、これがはい法令科目と言われるものです。こちらはま法律系の科目ですね。合わせて一般知識科目っていうのがあります。こういうのもあるんですね。で、それぞれの配点なんだけれども、あの一般知識の方はこれは卓一のみです。 択一のみ、五種択一だから、五個から一個。正しいものを選んでマークするっていう、そういうタイプの問題なんですね。三、まあ、分野から出るということになってますが、八問、三問、三問ですから、まあ、合計で十四問です。ちょっと、この内訳は年によって違いますけれど、だいたいこんなもんだというイメージです。一問四点なんですね。だから、一般知識だけで五十六点分あります。五十六点分あります。ここで五十六点分あるんです。 で56点分あってでです、ね、ここで実は要件の2というのを見ていただきたいんですけれどこの円グラフですね、あのー、56点満点のうちの、はい、24点以上取ってないと合計が180点超えてても不合格です。 えー、合計300点満点でしたから56点引くと法令科目だけで244点分ありますそこから180点以上取ったらじゃあ合格できるんですかっていうと無理です。一般知識で、えー、24問以上正解してな,いとダメなのよねっだから満点の40%以上っていうのが、まあ、具体的には24点以上もっと言えば14問中の6問以上正解してないとその段階でゲームオーバーです。ということになりますね。 合わせて、まあ、法令科目の残りの244点満点で50%以上取ってることも、まあ、要求されますがこれは取ってないと絶対合計点が300点満点で180点以上いきませんから一般知識が満点でも一般知識満点でもまだ180点には124点足りないでしょ。 っていうことは法令科目が122点以上取れてなかったら絶対合格できないので、まあ、要件1はそりゃそうだって感じのこれは要件になっちゃってますね。ですので大事なのは2つです。一般知識でちゃんと6問以上正解することと合計が180点以上取れてることってこの2つをクリアしなければいけないんですね。で 法令科目なんですけれどどんな科目が出るのかなというのをまたこの出題一覧表で見ていただくといいですがどんな科目が出まますすか、はい、実はい,ろいろあります、まあ、名称今見てもピンとこないかもしれませんが基礎法学が2台。 憲法で5台。大行政法19代民法9代商法会社法が5。大というような出題になってますね。合わせて出題形式も今のは5。子択一っていう。普通に5個から1個選んでマークシートでっていう問題になるんですけれど、それ以外に多種選択とか記述と言われるような。特殊な形式の問題も出てきます。ま多、あ、種選択っていうのは穴埋めの問題ですね。 え文章の中に4つ空欄が空いててで20個5群が与えられるのよだから20個の5群から4つの空欄に入るものの番号を選んでマークするっていうそういうものです1個の空欄できたら2点もらえるのであとはできた空欄の数だけで得点になりますまあ、実際に、えー、憲法で1問行政法で2台の合計3台出ますから空欄が12個空いてますので24点分の配点が与えられているということになってますね まあ多種選択の場合は合格ラインは24点あったら18点以上取れるだから空欄9つ以上埋められている12個の空欄のうちの9つ以上が埋まっているっていうのは一つの目安にはなるかと思います。記述は自分で文章を書くの45字以内で問題文を与えられているからそこで聞かれていることを45字以内にまとめて答えを書くっていうタイプです。 だ実際それは行政法1台民法2台の3台出て 1, 回点1問20点満点で合計60点分あります。まあ、部分点あるんであの0点か20点かってそういうわけではなくて部分点が結構つきますそうね記述式に関しては合格している方の得点を見ているとだいたい60点満点で、えー、と20点台後半から30点台ぐらい取っている方がだいたい合格しているかなと思いますね。 まあどうしても人間が採点するものですからそれあとは出た問題の内容によってどういうような配点になるかとかっていうのがいろいろと変わるところでもありますのでまずはその記述を除いた240点分のマークシートの試験ですねそこでしっかり点を取るっていうことがとても重要にはなってくるのかなと思います。まあ、その意味でででではマーークシートで配点点ががかい法令科目でまずどれれだけ点が取れるか これはとても重要なんですねであの一つ大事なポイントというのははい、ここからが3つの戦略という話になりますがさて、えー、こちらですねポイントの1というところをちょっと移してみましたまあいろんな科目があるというのは今見ていてもお分かりいただいたかと思いますただその中でやっぱり配点がでかいものはしっかり しっかり勉強する、まあ、民法と行政法の攻略に、ね、重点を置けというふうに言っていますけれどもこちら見ていただくとですね、まあ、学習は2点集中なんて、ね、言ってますがあのなんだかんだ言いながらあの民法法と行政法のの点がでかいのよ法令科目の中ででかいんですよ。 というのも五紙択一だとですねちょっとここを拡大してみるといいかもしれませんけれど五紙択一の場合行政法で19台も出てるんですねだから76点分あるんですよ。行政法は他紙選択も16点分あるし記述も20点分あるので合計するとこれは112点分あるんですね。300点満点のうちの112点分の拝点のある項目これ攻略しなかったら合格はないのは当然です。 民法が次いで多くて卓越でで点点点記述で40点の76点分ありますだからメイン科目としての民法行政法配点が大きいのでそこをしっかりまず攻略しようよっていうのが、まあ、最初の戦略ってことになってくるんでしょうただここで間違えてはいけないのは民法と行政法を攻略するというためにはです、ね、前提として実は憲法も忘れてはいけないという。 これがあるんですねあの憲法についてしっかりと学習をするということあの憲法がでででききててるないで結構合否分かれてるんですよだからなんだろうね民法行政法は本当に表のメイン科目なんですが憲法は裏のメイン科目ってそういう言い方をするんですけれどまあ影の支配者みたいな感じですね。なので 実際二十八点分しか配点はないんです。卓一二十点、多子選択八点で。だけど、ここができてるか、できてないかが。全体の出来に大きく影響します。なので。二点集中と言ってますが、二点集中じゃないんですよ。ここはポイント一は二点じゃなくて、三点集中です。三点集中でいこう。 学習は3点集中です。メイン科目、憲法、民法、行政法をとにかくしっかり学習する。あのそれぞれの科目の中でもね、やっぱり重要だ重要じゃないっていうのはあるんですよ。だから重要か重要じゃないかっていうので論点によって。 私の場合だと ABC ランクをつけるんですけれどそこで A ランクっていった論点をなるべく早い段階でしっかり学習して自分のものにしていくってことがとても重要だってそういう話になってきますね。そしてポイントの2のところでは今度は一般知識は早めに準備なんて言われてますがまあ,あ一般知識ですねあの6問以上正解しないといけないっていうそういう話だったじゃない。で あの一般知識科目としては、まあ、五種択一式というようなものがあるわけですけれどうーん科目的には3つの分野から構成されています。 ただあの、得点しやすいところということで言ってしまうのであればこの下の2つなんですね内容の話は今日は省きますがあ下の2つこれで、えーまあ、大体、えー、6問出てくるというような言い方にはなってますけど、まあ、ここ8問、3問、3問の場合もあれば7問、4問、3問の場合もあります。 だから、この下の2つですね下2科目で6問から7問出てくるのでそこをしっかりまず点数取れるようにしていくこれは対策の立てようがあります政治経済社会のところはうんどうだろうねなかなか対策が立てづらい範囲の広い分野ではあるんですけれどもそこも早めにやはり興味を持って勉強していくというのはとても重要です。 よくおすすめしているのはこれレックの本ではないんですが、まあ、検定なんですけど、ね、ニュース検定という検定があってそのニュース検定と言われるものを、まあ、大体2022年だと3月ぐらいに、えー、その一番新しいものが出ると思うんですそれが出たら買っていただいてそれをちょっとずつ読んでいくと結構そこから試験出てます政治経済社会は。 ということになりますしあとはテレビなんかでもインターネットでもいいですインターネットもしくはあの YouTube なんかでもね YouTube なんかでも時事問題を解説しているような YouTube チャンネル結構あるんですね。よくおすすめしているのは「教えてコアラ先生」っていう。 どこの誰だかわからないけど教えてコアラ先生っていう方が YouTube チャンネル作っててそこの動画はなかなか見やすくて分かりやすくていいなっていうのでよく受験生の方にお勧めしていたりはします。そういうもので広く浅く知識を持っておいていただくといざ授業を受ける時にも非常に理解の手助けになるよということなんですね。 まあ、あの一般知識とそれから法令科目とバランスよく勉強していかなければいけないというのも行政書士試験の1つのポイントではあるんですね。そして勉強するにあたっては、はい、3つ目なんですが過去問の反復活用というものなんだけれどもこれもね、えー、過去問。 要は本試験問題ですね、まあ、レクの合格講座をお申し込みいただくとおこの「ウォーク文過去問題集」といわれる名前で過去問題集はあるんですが、まあ、それはあの基本的にはあ無料で申請するという形になるんですけれどこの過去問の使い方というものこれしっかり分かっておいていただきたいなというのがあるんですね。というのはこの過去問というものはでではないんですよ読むものなんですね。 ね、ハンバーグは飲み物だっていう言い方をする人がいますしカレーも飲み物だっていう言い方をする人がいるけれど過去問は読読み物なんででですすすよ読むものです解いちゃダメですあの過去問を足別で何百回も繰り返しましょうみたいな話は実はそれはその何百回も繰り返すことが大事なんじゃないんですよ。何百回も繰り返していくっていうようなことをお勧めしている方が 言いたいこともしくは結果的に言っていることっていうのは、まあ過去問題これ特に行政法の場合なんですけれど、結構似たような内容のことを繰り返し繰り返し聞いてきている分野が多いんですね。その出題パターンをしっかり身につけるっていうのが実は過去問を読むっていうところに、まあ。 目的として求められるって話になるのかな過去問を読む目的は何ですかって言ったら出題パターンを把握するってそこなんですよだから出題パターンの把握をできるようになるためにはまあ確かに力技で何百回も繰り返せば自然と身につくのかもしれません そこまで時間がなかなか取れないというのが、うん、行政書士試験の受験生じゃないかなとは思うんですね社会人の方多いし何か他にいろいろやらなければいけないことを抱えながら勉強されている方は圧倒的に多いんですよそういうことを考えるとやはり、うん、過去問をより効率よくきちんと整理して読んでいくってことができるようにするためには最初のインプットの段階からそのことを意識して 自分があ授業で勉強した内容を必ず過去問で一緒に確認していって出題パターンを早い段階で把握していくことこれに尽きるんだと思うんですね。出題パターンの把握ができていればあまたこれ同じパターンだっていうその反応ができればいいだけなので。 反応ができるるようになるためにはそんなななにに何百回も繰りり返さなくたって反応はできるようになります要はその選択肢のどの部分をどう引っ掛けてきているのかそれがテキストで正しい内容ではどう書かれているのかそこが分かっていればいいわけですから,、ね、だからその辺りはインプットの段階から意識していかないといけないってそういうことになるのかなと思います。 まあレックが用意している講座にどんなものがありますかと言われたらそれは、こちらなんですけれどもえーとパーフェクトコースと言われるものがまあこの初めて勉強する方向けの講座ということになりますま。パーフェクトコーススペシャルと言われるものとそれから普通のパーフェクトコースというものがあるんですね。 でその中のメインが何といってもこの合格講座と言われる講座になりますこちらがやはり一番のメインということになっていて、えー、全64回ということなんですがあの試験のために必要な科目ですねべてについてのインプットをやっていきますで。この段階で先ほど言ったように過去問でどう出されているのかをちゃんと一個一個丁寧に把握していく。 それがとても大事になりますなのであの私の授業の中では必ずこの授業のあることを説明したらそこに該当する過去問題を紹介してそこリンクを必ず貼っていくだから早い段階で、えー、その学習している内容が本試験でどう出るのかっていうのをどんどん把握していくそれができるようにするっていうのが何よりも大事だってそういうことだったりはするんですね。 それから合わせて復習ドリルと言われるようなドリルもついてきますので、まあ、それはやはり演習素材としてこのドリルを何回も解き直すことで完璧にできるようにしていくというのもこの合格講座の授業を受けて学んだことが身についているかどうかの1つの目安になると思っていただくといいでしょうね。 この合格講座でお話ししたことの8割9割身についていれば要は全部身についてなくても十分知識としては合格ラインをもうはるかに超えていると思います。 あとはそれを問題としてきちんと自分の知識を問題を解くために使えるかどうかとか、まあ、この辺りが例えばこちらに出てくる「科目別討練」というような問題演習の講座であったり それから記述についての対策講座であったりそれから文章理解に関する対策講座であったりというものになるんですね、もちろんあとは3時間60問の模擬試験というものをしっかりやっていこうなんていうものも一緒に入っている、これがパーフェクトコースと言われるです、ね、レックの誇る講座であるということになっております。 えと私はこれをね全科目を担当して収録しているということにもなりますしまた、うん、これは通える方限定だけど渋谷駅前本校というところで平日クラスとそれから週末の日曜クラスというのを担当しております。あそうだあの日曜クラスなんでですすが今回からですね この日曜クラスの通学講座に関してはどういう形で要は通信講座通学講座どういう形でお申し込みの方であっても渋谷駅前本校のスケジュールに合わせてですね渋谷駅前本校のスケジュールに合わせてはい、合格講座通学講義ズームライブ配信というのが行われますこれは毎週日曜日の渋谷駅前本校での講座のみなんですがズームライブの配信がありますずっとありますですから 通学ではなく通信クラスで受講するという予定の方も、まあ、自分で、ね、教材を消化していくのがちょっとしんどいんだよね大丈夫かな不安だなっていうならぜひ、この Zoom ライブ配信をうまく活用してください渋谷駅前本校のスケジュールに合わせて進んでいくのでまるで自分が通学しているような気分で授業を受けられると思います。ね、沖縄に住んでても 北海道に住んでても渋谷の校舎で勉強している人と同じペースで同じ授業が受けられる素晴らしい、そういう話ですねえ、常に画面上でお会いすることができるこういった画期的なシステムが今回から入っておりますのでぜひそれも活用していただけるといいのかなということなんですね。はいえーとまあ、今回はそういった3つの戦略のお話をしてきました。 レックの講座の魅力はまだまだたくさんあるということではありますけれども、まあ、ぜひ、そのあたりはレッ,クの行政レック行政書士で検索していただいてそこのホームページのご案内を見ていただいたりもしくは資料請求などをしていただいてこのようなパンフレットを見ていただくなりまたはお住まいのです、ね、近くにレックの本校があれば本校窓口などでぜひいろいろな話を聞いていただけたらなと思っています。 渋谷駅本校来れる方は是非来ていただければスタッフがいろんな説明をしてくれると思いますのでそういったものもぜひ活用してみてください。あと YouTube でね検索すれば例えば私の名前で検索していただけるといっぱい動画が出てきますからどんなやつなのかなもう一回のこのねガイダンスだけじゃわからないなっていうならそういったいろんな動画見ていただいて自分にとって一番相性の合う先生をしっかり選ぶっていうのも こういう予備校を利用する場合にはとっても大事な話になりますのでその辺りは YouTube などを、ね、上手に活用していただけるといいのかなということです。はい、えということで今回ですねあの合格のための3つの戦略というようなテーマでお話をしてまいりましたあそろそろ時間も来,来ているようですのでこの辺りで、えー、おしまいということに、えー、したいと思います。次はぜひ、えー、合格講講座の講義でね あなな、たたとお会いいいいできたら嬉しいなそういう,ふうに思っています。2022年度の行政書士試験の合格を目指して頑張ろうと考えている方であればあ全力で応援していきたいと思いますのでぜひ一緒にですねこの REC の合格講座を使って勉強していこうよと。 ととといいううここなんでですね本日のこちらですねお話の方は以上で終了ということにしましょうかねお忙しい中最後までご覧いただきましてありがとうございました。